1月18日19日に長野運動公園総合運動場総合体育館において MK 杯第31回全国選抜長野県ミニバスケットボール大会が行われました。この大会は昨年11月の長野県選手権大会における上位8チームが出場し、再度長野県チャンピオンを決める大会で、男子では東進地区初の出場となる市内の野沢 JSC ミニバスケットボールクラブが出場しました。野沢 JSC ミニバスケットボールクラブは大接戦の末、見事優勝し、長野県チャンピオンとなりました。現在は3月30日、31日に代々木体育館で行われる第51回全国ミニバスケットボール選手権に向けて、さまざまな準備を進めているところです。